ハインツ・セドニク2013年、ハインツ・セドニクは、オーストリアのオペラ歌手、ウィーン生まれ、ウィーン音楽院で学び、1964年、グラーツでデビュー。1965年、ウィーン国立歌劇場のメンバーとなった。1970年から、バイロイト音楽祭に出演し、正確テノールの先輩歌手にあたるゲルハルト・シュトルゼ、ゲルハルト・ウンガーの後継者として、 ミーメ、ローゲ、ダービットを歌った。1976年の100周年リングでは、ピエール・ブーレーズの指揮、パトリス・シェローの演出によるリングで、ラインの黄金のローゲ、ジーク・フリートのミーメを歌った。1980年からザルツブルク音楽祭に出演し、ヘルベルト・フォンカラヤンにより、ベルリ、ファルスタッフのバルドルフォ役に起用された。1992年、 ザルツブルク音楽祭で、ヤナーチェクの、死者の家から、に出演した。カラヤンの式で、アール・シュトラウス、バラの騎士のバルザッキ、クラウディオ・アッパードの式で、コバン・シチナの初期、ジェームズ・レバインの式で、モーツァルト、マテキのモノ・スタトス、ドリン・マゼールの式で、ウンリーン・オスコルトの演出家を歌った。歌曲にも、特徴的なレパートリーを築いた。エルンス・ストクシェネクの歌曲集、 オーストリアアルプスの旅行日記、アールシュトラウスのクレーマーシュピーゲル、セドニクに検定されたフランツ・トゥラウアーのグリューン・スパン歌曲集などがある。ウィーン歌曲の古典的作品の歌い手としても定評がある。テノールの高音域による柔軟な性質で、悲劇的役柄、同系役を得意とし、皮肉たっぷりの表現に秀でており、小柄で痩せ型の体格もあり、 セドニクが理想的と評価される役柄は数多い。若い頃は二枚目役もこなしており、グスタフを演じた微笑みの国が映画として残っている。コモンズ・ウィーン、国立歌劇場出演記録オペラデータベース映像、データベース、セドニクハインズ。ありがとうございます。